どうも、山崎亮です。今日はね、これ、札幌に来ております。北海道札幌で柴田亮平さんとご一緒しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。柴田亮平です。よろしくお願いします。勝手に名前出してたんですよね、僕ね、YouTube でね。そうなんですよ、名前出してた。柴田さん、まあ僕は、そのコミュニティデザインっていうのをやりながら、自分たちよりも一回り二回りも若い方々が割と近いことをやられてると、まあ勝手にね、自分から見ていて近いんじゃないかと思っていて、そういう人たちから今どんなことやってるんですかって話を聞きたいなと思い立った時期があって、それでまあ身近な関西なの で兵庫県だから藤本亮さんだったりとかね、それから永田亮さんだったりとか、なんかこの近い人たちからまずは話聞いてみようと思って、いろいろ話聞いてたら柴田さんの話が出てくる出てくるほんで、何でか分からんけど量が多いと思ってたら柴田さんも量が入ってるということで、量の回とか作った方がいいのかなと思ってね。作りましょう。めっちゃニッチですけどね。めっちゃニッチ。量の回ですか、量しか入れないんですかっていうね。しかも場作りコミュニティデザイン系の量しか入れないっていう、多分会員も伸びないだろうけど、量の回作りたいと思ってじゃあまずは柴田さん会いに行かなきゃと思って、北海道に行く、ね、時にちょっとどうすかって聞いたのは、ぜひぜひって会ってくれたので、今日はね、お話をちょっとお聞きしてたんですが、はい、まあ、そんな中で、さっき、やっぱりその場作りっていうのとコミュニティデザインっていうのが、なんかやっぱりすごく近いし、でもやっぱりそれぞれが違うところも持ってるなっていうのはよく分かったんですね。でそんな中で、あ、なんか面白いプロジェクトを今されようとしてるんだっていうのを聞いて、急にこれを撮影したくなって、まあいつものことなんですけど、いいっすかって言ったら、そんなに驚かなかったですね。これやったら、え、今日っすかみたいに言う人もいるんですけど、あ、まあ、淡々と、うん、はいはいって。いやいや、そんな。はいはいはい、すげえ肝っ玉座ってるいや嬉しいオファーすぎて、本当ですか、二つ返事ですよ、もちろんです、ありがとうございます、ありがとうございます。まずじゃあ柴田さん、どういう会社でどういうことをされてるのかっていうのだけちょっとだけ説明していただいていいですか。はい、ありがとうございます。はい、改めまして、株式会社トケルという会社の代表の柴田亮平です。はい、で僕たちはですね、コミュニケーションデザインっていう、近いね、はい、コミュニティデザインとコミュニケーションデザイン、うん、あれちょっと山崎亮さんの方が大きく上がると思ってて、いやでその中の多分一部を担ってるような表現なのかなと思うんですけど、うん、はい、そんなことを運営軸に置いた会社を経営してます。でちょっとこれ、あの、だいたい言わされてるとか本当一切なく、あの2013年から大学4年生の時から会社を起業しようということで、大学4年生の時だったんですよ。そうなんですよ、うん、で最初に始めたのが別会社なんですけど、ゲストハウスだったんですよね。でゲストハウスを通じて地域の人と海外の人が出会う場作りをしようって思った時に、めちゃくちゃ本読んでたんですよ。嬉しい。コミュニティデザインを2007年に出版してたやつとか、ね、ありがとうございます。なので今日すごい不思議な気持ちですね。今あの時すごく勉強してた、あの本を書いていた山崎さん隣にいるわ。すいません、おっさんやってきました。光栄です。いや、すごい光栄です。あ、そうですよ、はい、いや、こちらこそ。ありがとうございます。そうですか。うん、で、そんな中で、変わらずもう、ですね、会社、まあ、経歴というか、場を作ったり、うん、コミュニティを大事にしながら10年以上渡ってきたんですけども、うん、トケルっていう会社で、まあ、分断を溶かしていきたい。分断を溶かす、はい、うん、っていうことで名前をつけて、でその先にある僕らは歓迎する未来って呼んでるんですけど、歓迎するウェルカム、歓迎する未来を想像していきたいっていうのを、なるほど、はい、大きな目標に掲げています、うん、でちょっと長くなって割愛するんですけど、トケルとして 2C 向けと、うん、あと 2G というか自治体の皆さん向けに、うん、分断を溶かしていくコミュニケーションデザインの仕事は結構いろいろさせてもらっていて、うん、なんですることができていて、うん、で今あの 2B 向け企業さん向けにはブランディングだったり、うん、まあ、伴走事業っていうものを通じて、動いてきたんですけど、うん、よりトケルらしいコミュニケーションデザインを、あの、企業の皆さんにも提供したいなと思った時に、うん、今仮称なんですけど、企業の健康診断、企業の健康診断ね、企業で働いている人個人の健康診断じゃなくて、うん、ではなくて企業全体の、その要するに会社自体の健康診断、はい、ああ今ですね、サービス開発中で、お、まあ、早くて今年中、遅くても、2025年の1月にはこうリリースしたいなと思って、うん、今磨き上げの最中です。お、どんなことをやってるんですか。今ですね、これも、あの、産業医かつ経営者の友人がいるんですけど、うんうん、
彼らと一緒に話してた時に、まあ、産業医の皆さんが今企業の皆さん企業に入って、うん、提供している、まあ、厚生労働省の義務として提供しているサービスもあるんですけど、でそれを今でもいいものだと思いつつよりよくしていくこともできるんじゃないかっていう可能性の話をしてたんですよね。でその時にコミュニケーションデザインを私たちはやってるので、うん、じゃあその厚生労働省の義務として守るべき例えば、メンタル状況だったりストレスチェックとか、ありますね、ありますよね、うん、とかあとは、適切な時間働けてるかなとか、うん、でちょっと、まあ、どうしてもプロジェクトをやってると働く時間が長くなるっていう時ってあるじゃないですか、繁忙期と閑散期 で、うん、でとはいえちょっとやりすぎたなって時に大丈夫ですかっていうようなカウンセリングですね。他も産業医の皆さんの役割としてあるんですけど、はい、そこにその役割義務としての、動きにプラスでじゃあより対話を重んじながら、うん、まあ、自分自身を理解できたり相手を理解できたりで構造そして自分の会社のことをより理解できるような環境づくりを、はい、コミュニケーションデザイナーとして一緒に合わせてやっていくことによって、うん、最終的に、まあ、平均勤続年数が心理的安全性が高まることによって上がったり、すなわち離職率が下がるで定着率がまあ上がる、まあ、同じこと言ってますけど、だから採用コスト下がる、おっしゃる通りですよね。採用コスト下がるし、教育コストも新入社員の教育コストっていうのも下がっていくと思うので、最終的に会社としてもその今言ったコストを下げれて、で外側の採用に力を入れるのはもちろん大事ではあるんですけど、今働いてくれてる仲間たちがより豊かに健康的にそしてさらにやりがいを持って働けるような、環境づくりっていうのをコミュニケーションデザイン視点と、あと産業医の皆さんとの、こうチームを作ることによって実現できるんじゃないかと思っていて、なるほど。ちょっとありていの言葉だけど、アウターブランディングみたいなのをするのと同時に、インナーのブランディングも大事、内部に向けてのブランディングも大事よって言うんだけど、このインナーブランディングというのは、まあ、会社の経営者だったりとかその上層部の人たちが働いてくれている人たちをある種納得してもらうためになんか出す感じがするんだけれども、はい、働いている人たち自身がやっぱり自分の存在意義であったりとか会社の中の構造であったりとか役割であったりとか何のためにこの仕事してんだみたいなことを、うん、一人一人がそれこそ対話だったりでそんなことを使いながらストンと腑に落ちる形にしていくっていう、これはもはやなんかインナーブランディングという言葉ではちょっと全部がつかみきれていないようなことをやられているのかもしれなくて、それをやることがまあいわゆる一般的に厚生労働省がやんなさいねって言われている50人以上の会社だったら産業医のこう契約がいるよって言っている時の項目以上のことをやるんだけど、企業からすると余計なコストじゃんって思うけど、さっきの採用コストの話とか教育コストのことを考えたらやっぱやった方がいいねって判断できるわけだから、はい、これはすごくいい取り組みですね、これね。ありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しいです。そうだ、嬉しい、産業医の皆さんと一緒に、チームを組んでやることによって、まあ、医者ならではのカルテを出していきたいなと思ってるんですよね。お、はい、お医者さんがドイツ語で書いてるんですか。ドイツ語で書いてるんですか。ああいうのを出していきたいなと思っていて、でそのカルテを出すってことは今の会社の、まあ、健康状態というか状態が分かる。確かに。でそれを他社比較ではなくて、まあ、その会社の定点観測としてじゃあ3ヶ月後振り返った時に半年後振り返った時に、1年後振り返った時にどういう変化があったかなっていうのをちゃんと追えるようなものにしていきたいんですね。でそれがある意味今おっしゃっていただいたような数値面での説得力には、はい、後々なってくるかなと思うので、じゃあ結構500万、まあ、500万言い過ぎですよ、例えば200万300万削減できたね、採用コスト教育コストみたいな話も、そういうなんていうんですかね、エモい部分というか、と同時にそういう数値的な部分が大事かなと思うので、は目指して。それはもう毎年やっていくものになるわけですか。そうなると健康診断的に、ね、これを例えばそれはオプションにしようかなと思っていて、例えば3ヶ月頻度なのか半年頻度なのか
1年頻度なのかは会社によってそのプランを選べるようにしようかな。そういうことか、はい、それをまたいつまで続けるかも会社によって。そうですね、そうですね。あ、なるほどね。もう十分にある意味その何て言うんですか、契約で縛って10年離さないよっていうのはあんまり理にかなってないかな、ね、儲かるかもしれないけどねそうですね、そうですね。なので逆に必要としてもらえるのであればもう長年お付き合いしましょうですし、そうかそうか、とりあえず1年でもいいなっていうのであればそれでもいいかなと思ってます、うんうん、なるほど。目指すはコミュニケーションデザインを通じた社内組織内分断が向き合った先にあるより良い、まあ、歓迎する組織内での未来みたいなのを作っていきたいので。うん、その時さっきあのソープっていうのを聞いたじゃないですか、うんうん、はい、お医者さんがねその使ってる何でしたっけ、ソープ。あ、はい、SOAP なんですけど、うん、S は S がサブジェクティブ。サブジェクティブ、うん、主観的情報ですね。主観ですね、はい、あのお医者さんが、あ、違う違う、あと患者さん、ね、患者さんの自分自身が考えているところですね、うん、主観的なその情報を、はい、まあ、一つは大事にしようと、はい、まさにね。でオブジェクティブは客観的情報で、うん、客観的情報が面白かったのが、うん、医者の意見は客観的情報らしくて、うん、あ、そうですね、はい、うんうん、であとは、まあ、基づくいろいろなデータですね、今まで蓄積されてきたあれであれデータ、うん、でそうか、はい、でこれで SO で A がアセスメントって、アセスメント、これは日本語で言うと何になるんでしょうね。日本語で言うと評価なので、うん、いわゆるカルテですね。それ、あ、そうかそうか、はい、うん、で最後 P がプラン計画、計画を作った、うん、はい、で S と O、 サブジェクティブ と、オブジェクティブ、まあ、主観的情報、客観的情報を合わせてアセスメント、評価、うん、まあ、カルテを出して、うん、でそれをもとにして計画が作られるんですけど、うん、なんかその医者と話してた時に、うん、どこが医師の腕の見せ所なのって話を聞いた際に、はいはい、主観的情報、うん、サブジェクティブをいかに引き出せるか、なるほど、医者の腕の、医師の腕の見せ所らしいです。パッと考えると、なんか、O でね、その医師の診断が腕の見せ所かと思うんだけど、そうですよね。もっと言うとそうじゃないと。あ、そうなんですよ。僕もそう思ってたんですけど、うん、要は、まあ、絶対ないと思うんですけど、頭痛いのにお腹痛いですとかって、うん、例えば来るとするじゃないですか。どこが痛いですか今日。いや、頭が痛くて、実はお腹が痛いんだよみたいな。なるほど。あの、実際の病気ではありえない現象だと思うんですけど、実は結構企業とか組織ではそれが起こってるんですよね。例えば、うん、本音が言えないから、あ、そっか、大丈夫って言って、最近どう調子いいって、あ、めちゃくちゃ調子いいですよ。でも実は本当調子悪いみたいな。あるじゃないですか。あるだと思う。で、医者の世界に行くと、どこが痛いですか、頭が痛いんですよね、本当はお腹痛いのにっていうことが実は結構起きてて、そうかそうか、はい、でここをしっかり引き出すのが、まあ、医者かつ、このサービスにおいては重点ポイントだよねって話はしてました。対象者の主観的な意識意見をどうやって引き出すのかが腕の見せ所、そうですね、まさにそれはね、僕らコミュニティでやっててもすごくわかるなと思うのは、例えばね、建築家が腕の見せ所だっつって設計図面バンって書くんだけど、うん、利用者の主観的な意見が全然見えてないみたいなことがあって、はい、でもその利用者の意見を引き出すのこそが建築家の腕の見せ所だと理解できてる人、うん、認識できてる建築家はそんなに多くないかもしれないです、まあ、もうちょっと言うと住宅の設計の時はやっぱり住宅設計なのでお住まいになられる方々の本音、主訴ですね、意識を、意見を引き出してそれを設計にする、まあ、これまだできてる気がするんですけど、公共建築になるともうね、利用者の主観的 S を引き出してくるっていうのはほとんど諦めちゃってる気がします。でこれは建築家だけじゃなくて、今度は例えば計画プランの P ですよね、総合計画作るとか教育大綱を作るとか、これも役所の人たちとかコンサルタントがオブジェクティブに客観的に計画を作ってそれでやろうと思うんだけど、でも住民の人たちはどうも納得できないっていうか、はい、うん、それ私たちの気持ちとずれてるけどみたいなのがあったりするんで、うん、S の部分ですよね、住民の主観的な考えを引き出すところが腕の見せ所だって言えている専門家は我々の分野でもあんまり多くないかもしれないなと思いましたね、うん、いや、そこがやっぱ肝なんだなと思ったんですよね、うん、あのどんな、まあ、お医者さんもそうですし、どんなビジネスにおいても S が抜けた状態で、うん、
まあ、いわゆるアセスメント、はい、評価を出すってことは、うん、主観的情報一切ないので、うん、その評価をして計画立てたところで、うん、私たちの意見が反映されてないじゃないか、こんなの欲しいと思ってなかったのにっていうことが溢れると思うんですけど、確かに、なので S をしっかり引き出し、その上で S と O を掛け合わせた評価を作っていく、うん、この2つなんだって教えてもらった時にすごく腹落ちしました。確かにそうだ。だから役所の計画もそうだし、ね、公共施設もそうだと思うんですよね。納得いってないわけですからね。じゃあそこにだからトケルの方々のこれまでやってきた技術が生かされるということでしょうね。そうですね。僕たちと産業医の、チームを組むメンバーと一緒にやる価値としては、僕たちが今おっしゃっていただいた通りで、サブジェクティブ主観的情報と向き合い引き出すことができて、で彼らと一緒にやることによって S と O を掛け合わせた評価を作っていって、その上で僕たちチームとして計画を立てて、まあ、提案していくってことは、いいこうコミュニケーションデザインにつながっていくなと、はい、思います。あとコミュニケーションデザインってググるとグラフィックデザインとかの延長が出てきません？あ、出てきます。昔はグラフィックデザインって言ってたし、まあ、それがちょっと上行くとアートディレクターとかでアートディレクションって呼ばれるんだけど、いや、ただグラフィックをデザインしてるだけじゃなくて、コミュニケーションをグラフィックでデザインしてるんですって言って、最近グラフィックデザイナーがコミュニケーションデザインって呼ぶようになってきていて、でも柴田さんたちが言われてるコミュニケーションデザインはなんか、これどっちが深い浅いって言うと、またこれグラフィックデザイナーの友達たちにいろいろ言われるんだけどもっと中身というか関係について言ってる気がするんですよね。そうですね。で、本来コミュニケーションは多分そっちなんだと思うんですよね。だからグラフィックデザインが自分たちの職能をある種拡大しようと思ってコミュニケーションデザインっていう言葉にしたけど、今柴田さんたちがやられようとしていることとはまだちょっと距離があるなという感じはしたんですが、コミュニケーションデザインっていう仕事の言葉を選ぶときに迷いはなかったんですか？そうですね、迷いはなく、むしろスーッと体内に浸透してきた印象が強くて、でグラフィックデザイナーさんのコミュニケーションデザインってきっと非言語の抽象的なものを通じて共通理解を育むみたいなところが強いのかなと思ってるんですけど、僕たちは非言語も大切にしつつ、特に言語を重んじながら、その言葉一つ一つのすり合わせというか、まあ、同じ幸せでも100人は100通りあると思うんですけど、どういった意味合いでこの言葉を使いながらこうコミュニケーションを取っているのか、対話をしているのかみたいなところに着目しているので、少し、まあ、大きくは一緒なのかもしれないですけど、役割としてはまた違うのかなっていうふうに思ってます。なるほど。仕事する時の仲間でグラフィックデザイナーはいらっしゃるんですか？あ、いますね。はい。だからやっぱり両方、そうですね、言語でしっかりやって構造化したりとか関係性紡いだりしつつ、それを要するに目に見える形にしていく時にも、やっぱここにプロがいた方がいいということでしょうね。そうですね。視覚優位型の方もたくさんいる、まあ、そうですね。言語、僕は言語優位型の人間なんですけど、なので、まあ、そういういろんな優位型の人たちが集まった時の共通理解を育む上での一つのシンボル的なのはやっぱりデザイン、グラフィックデザインとかのデザインだなと思います。なるほど、そういうことか。ただご自身はだからグラフィックデザインとか出身ではないということなんですね。全然違うんですね。国際学部ですって。あ、国際学部です。最初の聞いた時不勉強すぎて、国際学部って何やる学部やろうって思ったんですけど、お話聞いてよくわかりました。そういう出身で今コミュニケーションデザインのこっち側をやっているというね、はい、でも一方でこっち側にもコミュニケーションデザイン、グラフィックデザインもいて、まあ、ここが相互に一致すれば、より良いコミュニケーションというか世の中に増えるだろうという、そんな感じですね。そうですね。ありがとうございます。なんかちょっと僕らもなんか取り組んでもいいかなと思えるような、もちろん北海道ではね、それやってもらっていいけど、僕らも企業の中のことやるんですけど、やっぱあんまりちゃんとやってこなかったなと思ってたので、企業の中の方々とワークショップやったり、もう社員研修的なやつがすごく多かったんですけど、もうちょっと今おっしゃったような健康診断的なところにまで広げた方がね、我々もちゃんと価値を提供できるかもしれないなと反省しました。いやもうとんでもないですね。ずっと勉強させてもらって、ありがとうございます。じゃあぜひ寮の会でこれからも仲良くしていただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。